接近するエンデバーを国際宇宙ステーションから撮影スペースシャトルエンデバーはスペースシャトルオービター。チャレンジャーの事故による奇数現象を受けてエンタープライズを回収するよりも安いとの判断のもとストックされていたスペアパーツを用い製造された機体である。初飛行は1992年5月7日の STS-49。 2011年6月の引退までに、計25回の飛行を行った。エンデバーの名前は、キャプテン・クックの南太平洋探検の第一回公開のホブネエンデバーに由来している。なお、努力という意味はそれぞれイギリス英語、エンデバー、アメリカ英語、エンデバーとなるが、本船は固有名詞であるクックの鮮名に由来する、イギリス英語、エンデバーが正しい。2007年7月には、 NASA 自身が作成した射点の横断幕でエンデバーと書いてしまうミスがあり、米国では話題になった。1971年に打ち上げられたアポロ15号の司令船の名称もエンデバーである。フィクションではアーサー・シー・クラークの SF 小説宇宙のランデブーの主役宇宙船の名称もエンデバーだった。2001年宇宙の旅の主役宇宙船ディスカバリーと共に クラークの著書に登場する宇宙船と同じ名前のオービターである。退役後は、ロサンゼルスのカリフォルニア科学センターに展示されている。エンデバーは、日本人宇宙飛行士の登場率が高く、モーリマモルは、STS-47 と STS-99、若田光一は、STS-72 と STS-127、ドイタカは、 STS-123 で、それぞれエンデバーに登場した。また、ドイが登場した ST、STS-123 では、日本初の有人宇宙施設、希望の船内保管室を、若田が登場した ST、STS-127 では、船外実験プラットフォームを宇宙に運んでいる。また、作られたばかりのエンデバーを、カリフォルニア州パームデールの工場から、 ケネディ宇宙センターに輸送したのは、かつて日本航空に JA8117 として所属した N911 なであり、この時点からすでに日本と縁のあるオービターであったとも言える。退役後ロサンゼルスのカリフォルニア科学センターに保管されることになる。2012年10月ロサンゼルス国際空港からカリフォルニア科学センターまでの12マイルの移動が始まった。 しかしシャトル運搬用の4台のロボティック通りとシャトルの合計重量が50万ポンドを超えるため、この道中にある橋がこの荷重に耐えられない危険性があった。そのことからタンドラが牽引する際に使用する台車との組み合わせの方がより軽量だからという判断になった。2012年10月12日計画が実行され、約250メートルをタンドラが引っ張って走行した。 タンドラの本来の牽引能力は1万ポンドだが、エンデバーは機体単体重量の約15万ポンドに加え、トレーラーなどを含めると総重量は30万ポンドというサイズだった。トヨタはこの日より前からカリフォルニア科学センターとスポンサー契約を結んでおり、タンドラが使用されることとなった。この他に模型のパスファインダーもオービターとしてカウントされることがある。 ありがとうございます。